ホンダ CB、ホンダ CB400SSCB400SS は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイである。形式名 BCNC41。2001年10月10日、発表、同月11日発売された CB シリーズ排気量、400cc クラスのネイキッドモデル。1998年発売の NC38 型。 c l 4 0 0をベースに開発された。このため、セミダブルクレードル型フレーム、前輪テレスコピック並びに、後輪スイングアームのサスペンション NG38、E 型クーレ4ストロークサイチェ C4 バルブ、単気筒エンジンなど、基本構成部品の多くが共通する姉妹車である。自動車排出ガス規制強化に対応せず2008年9月に生産終了。 単気筒エンジンの心地よい鼓動感と伝統を感じさせるベーシックなデザイン。さらには軽量化による扱いやすさをコンセプトに開発されたロードスポートモデルである。社名の SS は当初シングルのスタンダード機種を目指すスタンダード、シングルの略という意味を持たせたが、2003年以降はシングルスポーツの略という意味合いに変更された。搭載される MC38E 型エンジンは、 CL400 からのキャリーオーバーであるが、もともとは1995年からエンデューロレース専用の輸出モデルと製造されていた XR400R 用 ND03E 型に以下の設計変更を実施したものである。このため基本的に XR400R のエンジン部品流用によるチューニングが可能とされる。さらに ND03E 型も基本設計は 1983年製造の XR350R に搭載されていた排気量 339C サイチェシー気筒エンジンから継承されたものであり、後部マウントカムチェーンテンショナースタッドボルトの一部は変更されるが、RFVC もそのまま搭載される。また、潤滑方式はドライサンプを採用したことも含め車体デザインや広告戦略などから、 ヤマハイス R400 が対抗車種とされたが、相違点として、クランク内にバランサーを搭載するため振動面、騒音面では有利である。また振動現象の二次効果として、フレームに角の補強が不要となるため軽量化できるメリットがあり、発売当初はクラス最軽量モデルとなった。始動はオートデコンプ装備キックスターターのみとされたが、2003年のマイナーチェンジで、 セルフスターターが搭載されたパッションレッドクラシカルホワイトありがとうございます。